皆さんこんにちは、中原です。5月5日は何の日かというと、私の最推し月永レオくんのお誕生日ということでね、今年はどんなお祝いしようかなって考えた時に、よく皆さんがやってる出会える祭壇的なのをちょっとやってみたいなと思って、私はスタジオをお借りしました。グッズとかね並べて撮影をするんですけど、今日はその事前準備っていう感じでスタジオに持っていく荷物のパッキングをしていこうかなと思います。で、今回ね結構荷物が多いので大きめのキャリーバッグに詰めていきたいなと思います。それでは早速行ってみましょう。スタート。まず最初にグッズ系を詰めていきます。今回祭壇を作るにあたってコンセプトというかエリアを3つ分けようかなと思っていて、一つがこのネクストドアのレオくんの絵柄のコーナーで、もう一つがリンガーベルの絵柄のコーナー、三つ目がチェックメイトの絵柄のレオくんのコーナーっていう感じで、大きく三つの絵柄に分けて、祭壇を作っていきたいなと思ってます。最初はネクストドアのグッズからご紹介しつつパッキングをしていきます。まずこのバスタオルですね。次が色紙、これも詰めます。色紙はね 1,2,3,4,5 枚用意しました。これを立てるか、横にしておくか悩んでるんですけど、大きいグッズがあれば入るかなと思ってとりあえずゲットしました。次がこれですね、シャツ。これもね並べたら映えるんじゃないかなと思っていっぱい集めました。はい、ネクストドアの絵柄に関してはこんな感じです。で、続いてチェックメイトの絵柄ですね。これはとりあえずこの間購入したクリアファイル2枚とシャコレですね、開花前と開花後の絵柄。チェックメイトのコーナーはこんな感じです。で、次にリンガーベルのレオくんですね。まず一つ目はこのパシャツで、あとこの前作ったロゼットですね。これもリンガーベルの衣装をモチーフにして作ったので、これも持っていこうかなと思います。あとぬいちゃんもリンガーベルの衣装で参戦させようと思います。でね、もう一匹のぬいちゃんのお洋服はちょっと間に合わなかったのでお揃いじゃないんですけど、こんな感じで並べようかなと思ってます。で、あとリンガーベルのグッズってわけではないんですけど、お家にあるディスプレイグッズがウェディングドレスモチーフの小物があったので、これもね持って行って飾ろうと思います。はい、リンガーベルもこんな感じですね。未系のグッズはかさばるのでこんな感じで袋にまとめて入れて持っていきます。こんなになんかグッズ集めたことないから、並べた時にすごい感動しましたグッズ集める人の気持ちってね、こういう感じなのかなと思って、すごい楽しいです。もうすでに楽しいで、ここからは3つの大きなエリアとは別で、個別のグッズをご紹介していきます。まずはじゃーん、缶バッジですね。今回祭壇用に使う缶バッジは2種類用意しました。まず1個目がもともと持ってたテーマスカウトのレオくんの缶バッジです。とじゃん、レオくんの箱イベの絵柄の缶バッジですねこれもこの日のために集めました。これがね合計で多分6,70個ぐらいかなあります。あとはねそれ以外の絵柄も 1,2個ぐらいバラで持ってる缶バッジがあったので、それも全部ここに入れて当日いい感じに並べようかなと思います。で、次はじゃん、レオくんの新聞ですね。これはね去年の SS の時に期間限定のキャンペーンで発行された朝日新聞なんですけど、都道府県ごとにその掲載されるアイドルが違ったんですよ。で、私すごい運命的なことにレオくんの担当が宮崎県だったんですよ。で、私その時もう本当に運よく宮崎に帰省してたんですね。なんでもう地元でコンビニとか何軒か巡ってやっとゲットしたっていう思い出のあるグッズです。これはね正直どうやって飾るか悩んでるし、飾れんのかってちょっと疑問ではあるんですけど、とりあえず持って行って、置けそうだったら綺麗にディスプレイしたいなと思います。はい、で、次はペンライトですね。これもスタライの思い出とともにね並べたいので一緒に持っていきます。あとキンブレ、レオくんの絵柄と、あとナイツって書いてあるやつ、これも持っていきます。で、あと指輪、リンガーベルのエリアに飾ろうかなと思って持っていきます。グッズ系は以上かな。以上です。で、ここからはディスプレイ用の小物をちょっとご紹介していきます。まず1個目がこれ。前ルームツアーとかでもちょっとご紹介したんですけど、チェス盤ですね私の推しの月永レオくんの所属するナイツっていうユニットが、チェスをモチーフにしたユニットなので、このモチーフっていう感じで飾ろうかなと思います。で、あとは、下に敷く用の布ですね。正直使うか分かんないけど、一応推しのカラーのオレンジの布を持っていきます。
とバルーンですね。アンスタってなんかストーリーとかの都合上何年かに1回しか年取らないんですよ。今年は今高校生のアイドルが卒業するっていう一つの節目のストーリーがあったので、アイドルたちもちょっと一つ年を重ねるんじゃないかなと思って、順当に年を重ねれば今年レオくんはね20歳になるので20のバルーンを持っていきます。であとこれもねちょっとどうやって飾るか悩んでるんですけど、あのゴッホのひまわりの絵のポスターです。これはちょっと単純なんですけど、去年のレオくんのセンターイベントの衣装のモチーフがひまわりだったので、せっかくひまわりの缶バッジ集めたから周りにねレオっぽいものを置いてアピールできるように持っていきたいと思います。であとはまあちょっとこれもルームツアーで何回かご紹介したんですけど、もともとお菓子が入っていたカンカンですね。これがあの私の推しがいるユニットのイメージにすごい近いカンカンだったので、これも持って行って、まあ、いい感じに飾ろうかなと思ってます。あとはもうポスタースタンドですね。これあの同時イベントに持っていくときにサークルのポスター飾るように買ったやつなんですけど、今回、ね、こういうポスターとか持っていくのでこれ飾るように一応ね持っていこうと思います。であとこれもあのチョコレートの空き箱なんですけど、私のバレンタイン動画見てくださった方はあのピンとくるかもしれません。これは今年のバレンタインに私がレオくんにあげたチョコレートの空き箱になってます。月のモチーフ入ってて、私の推しの月永レオくんダリな小物だなと思ったので、一応これもね思い出として持っていこうと思います。であとこれですね、ケーキトッパー。当日あのお誕生日ケーキを持っていくんですけど、まあその上に乗せる用のティアラですね。月永レオくんのいるユニットが、まあ、騎士っていうモチーフのユニットなんですけど、私たちファンのことをお姫様って呼んでくれるんですね。まあそれつながりっていうこともあって、そのティアラをケーキに乗せようかなと思います。ね、すごい映えそうで楽しみ、はい、で次はじゃん、シンデレラシューっていうお酒ですね。これもねガラスの靴で姫様モチーフみたいな感じで持っていきたいと思います。で青がねその私の推しユニットのイメージカラーにあの近いお色だったので、まあ、この色にしました。はい、こんな感じかな。であとは抱き枕ですね。これもねちょっとなんとか持っていこうかなと思ってます。さすがにこれキャリーに入んないし、なんか持って歩くわけにもいかないから、まあ、当日スタジオまでタクシーで移動しようかなと思ってます。なんで、まあ、タクシーにねこれとキャリーバッグを詰め込んで移動する予定です。であとまだケーキとか届いてないものがいくつかあるんですけど、まあそれを持ってね明日撮影に行ってきたいと思います。はい、それではパッキングの動画は以上になります。撮影本当に楽しみです。あの人生で初めてね祭壇を組むのでちょっとどんな感じのねデザインというかディスプレイにするかまだ全然決めてないので、当日スタジオでねその内装とか見ながら決めていきたいなと思います。で実際にこの生誕の祭壇を組んでいく様子はお誕生日当日にアップする予定なので楽しみにしていてください。それではバイバイ。